おはぴよー、どうも、ひなぴよーと。誰がいるんだ？あんただよ。前回と同じくだりやってる。はい、どうも、えずきです。はい。じゃあ、今回もね、あれ、タイトル、名前忘れちゃった。デイトン、デイト。はい、続きやります。前回、なんとね、ジェフが死んだね。ね、あんなに、食いしん坊だったジェフが死んでしまって、これも食いぶちが減って大助かりと教会大助かりいうことなのかな。まあそれはあるかもしんないが、感じかもしんない。うん、そうで、ベティちゃんがね、なんか部屋に来て、ここにいるやつら全員嘘つきだぜ、ヒャッハーって言って部屋出て行ったところで、そう、実は一番おとなしくねえんじゃねえかっていう気がしてる。そう裏抱えてそうだよな。そう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 。でとこで終わったんで、じゃあまずまた探索からかな。探索からかな。一回メニュー開いてみたら What to do があるんじゃない。あ、出た What to do。 怪しい男。はい、そうだ、なんか言ってたね。うん、怪しい男がなんかうろついてたんすよみたいな。なるほど、教会について調べなきゃいけないと。うん、そうだ、もう撮ったの4日前なんですけど記憶にないね。うん、この集中モードもちゃんと使っていかないとね。そうそうそう、シーキーね、忘れないように。じゃあまあいっか、外、怪しい男かな。どこにいるって言ってたんだっけね。食堂、国会、国会室。あ、オッケーだっけ。行ってみよう、国会室ってどこ。その辺で見たみたいな気がした。ちょっとね、もう方向音痴だからね、どこに何があるか分かんないんだよな。右下だね。ここ上の。あ、ここ匂いね。ここ匂いますよ。くんくん。話し声が聞こえる。あれ、入れない。あ、これは集中かな。なるほど。あ、そっか。聞き耳立てるってことね。はいはい、素晴らしい。すごい。ファル、どうかしたのかい？ファル？ファル？神父様、僕はどうしたらいいんだ？忘れられない。憎くて憎くて仕方がないんだ。ファル、復讐は生きる糧になるけど、このままだと苦しみは終わらない。復讐、復讐したいのか。誰だろう。ファルさんね。怪しい男、また怪しい男を見つけちゃった。見つけちゃったわ。あいつ怪しいわ。どうしたらいいんだ。あ、ルイスさん、ルイスさん。ああ、ロゼ、すまない、今はちょっと手が離せないんだ。夜でいいかな。あ、夜夜夜に部屋に、あとでいいかなじゃない。ああごめん、夜誘ってんじゃん。ルイス、復讐って言いながら誘ってんじゃん。ダメだ、もう全てが下ネタに。ああ、ルイス神父がいるようだ。なるほどね。教会について調べるっていうのが残ってるから、うん、なんかと、そこ右ってさ、行けなかったよね、うん、前回。前回、あ、行けるかな？行こう。東側廊下。ラウンジと、うん、ライブラリーがあるね。なるほど。おー。ラウンジって聞くと、いろいろ調べられそう。うん。アモアス思い出しちゃうわ。タオルがたくさん入ってるだけみたいと。うん。あ、雨降ってんだ。そうね、すごい雨の音。小説？難しい言葉ばかりでいまいちよくわからない。ロゼちゃん見れば見るほど可愛いんだけど。うん、早速植木ガサガサ。壺の中から甘い匂い、アロマオイルが入ってるみたい。おしゃれやの。お、やったぜ。電気もつけれると。つけっぱ、これつけっぱいけるんだね。これはいけるね。教会のことはあまり知らないけど、この部屋は落ち着くから好き。せやな。あ、あ、バラの匂い。ガサガサもできる。すぐガサガサするね。ここは他の部屋より暖かい。横になったら寝ちゃうかも。多分ロゼちゃん。シーキー押してみる。あ、いいね。何にもなさそうな気はするけど。確かに。落ち着いた雰囲気。暖炉のおかげで暖かいぐらいかな。そうだね。うん、これ便利だな。便利だね。走れないのはあれだけど、やっ
ぱ図書室かな。そうだね、教会についていろいろ書いてありそうだ。おお、広い。私たちが後悔しているこの人生という対応では、理性は羅針盤になってくれるが、欲望は嵐となる。アレキサンダー砲。世界中の絵画が載ってるみたい。私はあまり興味ないかな。芸術だぞ。そこの入り口のところのさ、紙気になるんだけど。あ、はい、すぐ左かな。ちょっと待ってよ。調べられない感じ。あ、待ってね。こう、あー、待って、なんか書いてあった。室内では静かにって書いてるのか。そうだね。こう移動しちゃうのかな。移動しちゃう、ここにいると。調べられません。あ。あ、崩れそう。触らないでおこう。すぐゆさゆさするから。すぐ揺さぶるからね。人体実験の歴史？よくわからないけど、楽しいお話ではなさそう。はあ。ここでそういうことしてたのかな。人体実験？恐ろしいことですよ。それがそのドールズっていう病気に関係してるとかね。なるほど、人体実験で得た成果がそういう病気につながってるみたいな、なのかな。きっともうしまうところがないのね、かわいそうな本たち。お、はい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 、なるほどね、なるほどね、はいはい、ライブラリーの自動書、学問、医学、これ覚えといた方がいいのかな、言語、雑誌、覚えられねえ。え、あ、なんか聞こえる、ヘビーの声だわ。はっ、教科の記事、あ、これを調べると、助けてって言われた。なんか嘘、え、さっきの音、あれ助けてって言ってんの、え、違う。すごいヘビー語みたいに聞こえるからさ。人里離れた山奥にぽつりと立つこの教会は、元は修道院だったものを神父カーティス・グレイによって教会として運営されるようになった。教会には孤児たちが住める部屋もあり、孤児院のような役割も担っている。神父によってプライバシーがしっかりと守られているため、里親や里子に出された子供の情報は得られなかった。神父は優しく素晴らしい人柄ではあるが、教会は立地のせいか薄暗く、その暗さが時として神秘的にさえ覚える。バーガンディとはワインの色という意味を持つが、カーティス神父に教会の名前の由来を聞くと、ワインの色が好きなんだ、もちろんワインの味も好きだよと笑って答えた。ワインってね、血の色みたいだけどね。ねえねえ、意味深で、いやー、びっくりした。なんで指急に出してくるんだよ。この本に書かれてる紋章、昨日拾った指輪と同じ紋章？はあ。ここの関係者の指か。カーティス神父。でも今の神父様の名前はルイス。本は新しいものみたいだし、神父様は最近変わったばかりなのかな。いつからいますかって。ね。いつからここの神父になったんですかって。聞いた方が良さそうだよね。うん、この指きっと大人に見せた方がいいよね。見せるの？ノワール。ノワールじゃない？ああ、なるほど。まっしり、私の愛しい人、フランス語なんだ。ってことはノワールはフランスの人？いいことになるのかな。へえ。あ、モルヒネ、モルヒネ、いろんな病気の本が並んでるけど、私の病気の本はないみたい。まだ治療法がないからね、うん、数字がいっぱい。勉強嫌いなんだろ、ゼちゃん。勉強しないと後で勉強したくなってもね、できないから、うん、あ、この本、ママがよく読んでくれた人魚のお話一番好きで、人魚は本当にいると教えてくれた本。人魚の本があると、うん、あ、これはこれ児童書だね。そっか、うん、まあロゼちゃん、これロゼちゃん何歳なんだっけ、出てないか、いつなんだろう、結構、まあでもだいぶ幼い、10もいってないんじゃないかな。あ、ほんと、もう見た目が良い年頃に見えてしまうわ。グフフ。この場所はどの辺なんだろう。道、景色、匂い、何も知らない。知ってるのはここが山の中ってことだけ。
そうだよね、どうやって連れてこられたかってロゼちゃんわかんないよね。そうね、アクセスが良くないっていうのもね、立地としてはいろいろできるんじゃないかって思っちゃうけどね。ね、今動いちゃった、うん、びっくりした。え、なんか調べられるのかな、本の上とか。そういうわけではないのかな。別に行けるわけじゃなさそう、うん、ただ左右にこの本棚も、うん、なんで左右にだけしか移動できねえんだよこれ。あれでしょ、上のところに滑車みたいなのひっついてるんでしょ。あー、そういうことか。カーテン的な感じで多分ひっついてるんだろうね。あ、そんなんだ。なんて便利なんだ。一旦じゃあノワールを頑張って探してみるか。探す。庭も気になるけどね。うん、右の多分下から、あ、イリオットジェン。おお、名前すごい、覚えるの早いね。あ、調べてきた。ずっと気になってるんだけど、ロゼと神父様ってどんな関係なの？神父様のロゼを見る目、僕がそう見られたいのに。おっと、おっと、ルイスさん、ルイスさん、この子いやらしい目で見てないでしょうね。ロゼちゃん、はあ、はあなのかい。え、子供が好きなんだろうな。中庭ね、中庭。まあでもいないか、後で調べるか。うん、後で来ればいいかな、うん、こっちは。あ、いけない、鍵がかかってる。どこに繋がってるんだろう ね、 なんか外に繋がってそうな感じするけどね。あー、ここが下が、うん、出入り口。あ、いた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 、さっきまでいなかったのに、うん、あ、すごい、話しかけてないけどなんか動いてるわ。ロゼ、どうしたの？悩み事でもありそうな顔してるわ。昨日の夜指を見つけたの。じゃあ、すごいものを持ち歩いてるわね。確かに、なんで持ち歩いてるんだろう。それびっくりするわな。すぐに判断するのは難しいけど、切断されたのは1ヶ月前後ってところかしら。ロゼ、どこでこの指を？客室。1ヶ月。この指輪に入ってる紋章、この教会の刻印ね。私も詳しく調べてみるわ。ロゼ、気をつけて。なんだか良くないことがこの教会で起こってる気がするわ。あなたをここから連れ出したい、連れ出してもいいのだけど。良くないこと起きてるね、ジェフ死んだし。うん、死んでるからする予感とかじゃないのよね。うん、すでに起きてますよ、うん、もう少しあなたから信頼されたからにするわ。私はロゼを前から知っているけれど、ロゼは私を覚えていないものね。本当はあの時、いえ、何でもないわ。さあ、もう部屋に行きましょう。神父様からあなたの診察をするように頼まれているの。この指は私が預かっておくわ。やだ、指持ってかないで。私の指なんだから。これあれかな、そのあの時って言ってたのは、うん、ここに連れてこられる前、ルイスに拾われる前に私が拾おうと思ってたみたいな感じかな。あ、タイミング悪かったとかなのかな。連れてかれちゃったんか、ルイスに。だからここに医者として来たみたいなね。いやでも十分ノワールさんも怪しいですけどね。うん、なんかね、執着心とか結構ありそうな気するよね。うん、ロゼ、もう起きていいわ。私の病気良くなってる？そうね、進行自体はすごくゆっくりになってるわ。そう、ロゼが病気じゃなかったらきっと今のあなたではないし、私もロゼと出会えなかった。病気は悪いことばかりじゃないわ。でもこのままじゃ最後には死んじゃう。私のママがそうだったように。人間みんないつか死ぬよ。死が終わりではないわ、ロゼ。それにあなたはまだ生きてる。こんなにポジティブに語ってくれてんのに。すごい諭すようなこと言ってくんじゃん。ロゼのお母さんは苦しまずに眠るように亡くなったでしょ。本当に眠ってるみたいだった。だから何度も起こしたの。でも起きなかった。そしたらパパが、ロゼ、パ、思い出しちゃったんだ。そうね、だってお父さん今何してるんだろうね。そうなのよ、お父さんの行方がわからないんだよな。ロゼ、いいの、
これ以上思い出さなくても。パパのこと思い出せないんじゃないか。血まなこになって探してるでしょ、うん、ローズいなくなったら。あ、かわいい子、純粋無垢で、だからこそあなたのお父さんは。ボンニュイマシェリー。おお、ここいいね。いいね。何とは言わないけどいいね。いやもうそれしかないじゃん。何って言い出したらそれしかないじゃん。ノワール、また変な時間に起きちゃった。ノワールのせいね。ノワールどこ行っちゃったんだろう。ノワールが思いっきりドコドコドコっていう足音を立てて出てったのかもしれない。怖すぎでしょ。ドコ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 って走ってったら怖いでしょ。ああもう夜だとこのね、ちょっと周りが暗いからな、ま、嫌なことありそうな気するからな。そうなんだよな。みんな起きて。グレッグ、あ、グレッグもいる。キャロルとベティの話し声がする。喧嘩してるみたい。なんで喧嘩してんの。キーキーかな。聞き耳立ててみようか。そうだな、言い争う声が聞こえる。あ、あ、ぐらいなのか。あ、そうなんだ。内容聞きたいんだけどな。グレッグさん、ロゼ、こんな時間に何してるんだ。今キャロルとベティが喧嘩してるみたいでさ、まだ起きてるようなら気をつけろよ。喧嘩？分かった。何を気をつけるところがあるんだろう。巻き込まれてなんか可愛い顔に傷がつくかもしれないだろって。心配してくれてんの。そうかもしれない。あなたいい男だわね。そう、優しいところをね隠してね、こういう風にしか言えないんだね。ところでノワール見てない？さっき応接間に入っていったのを見たな。そう、ありがとう。応接間ってどこだっけ。応接間は、え、客室とは違うのか。ラウンジかな。じゃあラウンジって応接間のことなの。応接間のことか。ここ？あ、違うっぽい。鍵かかってんだ。一回客室行ってみるか。客室かな。ここ？お、声がする。鍵を開けるのはやめておこう。ここじゃないのかな。何の声がするんだ。じゃあ、うん、中に人の気配がする。あー、なんだっけ、相談に来てた人がいるのかな。あー、ファルね。ファルさん、ここか。応接間、ここ応接間か。あ、いる。あ、いた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 。あら、ロゼ、起きてしまったの。起きたらノワールいなかった。なあ、かわいい。ごめんなさい、昼間預かった指について調べていたのよ。指輪を見て、この印はこの教会のマーク、つまり神父のものよ。今ルイスさんは持ってるのかな、この指輪。持っつけてはいるんじゃないのかな。うーん、あー、でもそっか、つけてなかったらね、おかしいよね。激怪しい。神父さんなんじゃないんすかって。本当ね。図書室で読んだカーティス神父のもの。これじゃあカーティス神父の指？わ。だろうね。へー。そうね。おそらく全神父カーティスの指だと思うわ。腐敗から見て切断されてから 1,2 ヶ月前だと思うけれど、少し調べて分かったのは、生きてる時に切断されたってこと。生きてる時に指詰められしまったんか。そんなの分かるんだ。へえ。私はロゼと同じタイミングでこの教会に来たから事情は知らないけど、言えることはこの教会はおかしいってことね。もう少し教会について調べてみるわ。気をつけてね、ノワール。大丈夫よロゼ、私はずっとあなたと一緒にいるわ。ずっとね。ヤンデレ臭がする。ちょっとねっとりしてんだよな、うん、あ、おう、あーロゼ、もう一つ、教会に来てるファルって男にも気をつけなさい。ちょうど今客室に泊まってるわ。なんで要するに、いや見に行かなきゃいけないのかよ。気をつけろって言われてんのに。
シン・ブルースについてもう少し調べた方がいいかしら。客室に泊まってるファルって男にも警戒しとかなきゃ。全員怪しいです。みんな殺人犯に見えます。みんな信じれません。なんなら助けてなんならキャロルとベティ喧嘩してどっちか死ぬんじゃねえかっていう気がしてるもん。うわ、喧嘩で人殺し合い、喧嘩が原因と思わせるみたいなね。ああ、じゃあグレッグ怪しくね。グレッグか。お、あ、はい。え、償わせるんだけど思い出せない。思い出せるのはあの冷たい目だけ。冷たい目、近くに感じるんだ、あいつがいるって。私かな。あ、違うわ。もうすぐだ、もうすぐだよ、リーラ。僕の妹リーラにしたこと、あの悪魔にも。ここにいる誰かにそのリーラちゃん手をかけられてしまったのかな。誰か探してるみたい。神父様なら何か知ってるのかな。もしかしたらそのリーラって子に何かしたのが神父カーティスのパターンも、近くに感じるって。多分そこで殺されたかしたから匂いが残ってるとかね。下にキャロル、キャロルじゃなくてベティだよ今。マジ下、うん、どこ。あ、いたわ、椅子のところ。ほんまや。どうしたの、ロゼ。まだ起きてたのね。私は逃げてきたの、キャロルから。めんどくさい話は嫌いなの。あ、終わり。何で喧嘩したんだろうね。ねえ、キャロルはああ見えていじめられっ子だったらしいわ。理由？親がいなくて貧乏だったからって聞いてるけど、私とキャロルが出会ったのはここに来る少し前だから詳しくは知らないの。いじめっ子っぽく見えるのにいじめられっ子だったのね。いじめられっ子だったから反発していじめっ子になったみたいな。あ、逆に、ね、強気でいる、いじめられないように強気でいるとかね。キャロルと出会った時面白いって思ったの。けどそうでもなかったわ。ロゼといる方が楽しそう。嘘つくこと一緒に入れません。私みんな嘘つきよ、私も含めてって感じだったしな。うん、あ、これで一周したかな。一周したね、一応ちょっとセーブもしつつ。セーブのこと忘れちゃうわこれ。そうね、シンプルイスの方に行くか。また聞こえた。あ、そうだね、ルイスの方だね。助けて。すごいお酒臭い。ワインかな。神父様は部屋にいないみたい。リーラちゃんの声だったりしない、この助けてって。あー、なのかな。どうかな、今はいない。ない、座ってみる。座ってみよう。よいしょっと、うん、あー、いない。ここは告白の場所。神父様今はいないみたい。よいしょそんな立ち上がったり座ったりするのに掛け声がいるのか。え、ちょっと、いるのだろうか。あ、でも、人の気配がしない。あ、おお、ワインの香りを追うだって。見える、すごい強い嗅覚してるんだな、うん、え、これどこに続いてる。左だね、左。左か。部屋に行ってる。上の上に続いてる。一応、うわ、これは、あ、ジェフの部屋か。あ、ここだ。匂いが濃い。え、何をしていた。普通に調べてみる、うん、木の匂い、ずっと使われてないみたい。え、押せるとか。あ、違うか。でもなんかね、隠し通路があってもおかしくない気はするけどね。シーキーを押してみても何も変わらん。ここで何かしていた。あー、まあじゃあ出ていいのかな。そうだね、一旦部屋に入ってそこにあったものをなんか回収したとかね。あー、え、そっからまだ匂いがあったりするの。うん、続いてるよ。あ、下行ったらあの左側に分岐してんね、道が。なるほど、
ちょっと自分のパソコンだと暗くてあんまりちゃんと見えねえわ、うん、あ、ほんとだ、続いてる、こっちだ、キッチン行ってんで、どこに、あ、食堂の方だ、くん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 、ここだな、あ、あ、いるじゃん、どうしたの、何してんですか、額縁に4つのくぼみ、ほう、ロゼ、まだ起きてたのかい、何か聞きたそうな顔をしてるね、客室に泊まってるファルって男の人、誰か探しているの、すごく怒ってるみたい、彼は今この教会で変わろうとしているんだよ、大丈夫、ロゼは心配する必要はないから、こいつ指輪してねえぞ、あー確かに手袋の下はさすがにせんよな、しないよね、仮にファルが何か問題を起こしたところでロゼはきっと大丈夫、君は特別なんだ、他のことは違う、私が特別、うわっ、いや近い近い近い来ないで変態だわ、そうだよロゼ、私は探しているんだ、君たちみたいな特別な子たちを、その中でもロゼ、君はとても興味深い、ベティもすごく興味があるみたいでね、そう考えるとロゼが来てからみんな変わってきてるかな、君は変えるんだよ他の人を、触ってる顔、やめて、神父様話して気持ち悪いあ、そんなロゼとその可愛い、あ、すまない高骨ってなってるのかなとにかくファル、彼はただ不安定なだけだよ、ロゼは今まで通りで大丈夫だから、なんかそのなんだろう、リーラって子も、うん、ルイスの手にかかったのかもしれない、はあ、でもそしたらルイスに懺悔する必要あんのかな、知られてないだけ、あ、本当は全部やってたのルイスでした、うん、みたいな、いたね、はい、それよりもキャロルの方を気にかけてあげなさい、今キャロルは一人ぼっち、なぜ知ってるんだそれ、すげえ耳がいいのかもしれない、ベティを見かけたからなのかな、だとしたらもうベティも一人だけどね、うん、うん、今一人なのは確かにベティもキャロルも同じではみんなでも割と一人で行動してるけど、そうだね、うん、そういえば喧嘩したって、さあキャロルのところへ行ってあげなさい、彼女は今自分の部屋にいるはずだよ、そんな仲良くねえしな、うん、行ってあげなきゃいけない理由が分かんないもん、結構っていうのはやっぱそうなんじゃない、死体見つけろってことじゃん、うわ死んでるでしょキャロル、ベティ殺した？流れ的に死んでるでしょ。あ、マジか。今全然死んでるって思わなかった。死んでんのかな。やだな。誘導の仕方が確かに露骨だもんな。だって露骨すぎるし、ね、ここにもいるのに。うん。行ってみよっか。行くか。ただそのワインの匂い辿った時に。うん。キャロルの部屋の方にはなかったから、確かに、はあ、無関係なのかもしんないけど、ね、見てみよう、キャロルちゃん大丈夫、ああ、よかった、愛してたロゼ、何よこんな時間に、ベティと喧嘩したって聞いた、どうして、へえ、あんた他人に興味あるんだ、まあいいわ、これどう思う？あ、カーティス神父がいきなり消えてしまった。優しい新しい神父様はルイスという名前でとても優しかった。けど、どんどんみんないなくなるんだ。これ、誰の日記なんだろう？で、多分、ロゼじゃなくて、ベティってこと？ベティかな？ルイス神父は引き取り手。あ、でも僕って言ってる。あ、本当だ。じゃあ、知らないやつの日記か。新しい親が見つかったと言ってるけど、こんな山奥の教会なんてめったに人なんか来ない。僕は明日ここを出る。引き取り手が見つかったんだ。
僕はどこに行くんだろう。本当に新しい家族の元かな。この日記を見つけたってことは、君は何かを感じてる人なんじゃないかな。変なことを頼むけど、僕を探してほしい。名前を知らなくても、青い髪なんて珍しいから見つかると思うんだ。ルイス神父にもよく青い髪を褒められていた。僕が元気に新しい家族の元で幸せそうだったら、考えすぎだったよと、この日記を返してほしい。もし僕がそうじゃなかったら。ええー、孤児の日記。どっかに行く、どっかに行くって見せかけて殺されてるパターン。収穫でしょ。はあ、もう役ねばだ。そう、書いたのは前にいた孤児みたい。次々にいなくなるらしいわ、ここに来た子たちは。ジェフがあんなことになったから、これからどうするかベティと話をしたんだけど、まあ意見が合わなかったのよ。キャロルはどうしたいの？簡単な話よ。今ここで死ぬつもりはないわ。ヒュー死亡フラグね。わあ、もう次キャロル死ぬやんこれ。ね、あんたもそうなんでしょ。私はここから出ていくわ。行く当てなんてないけどね。そうって何がそうなんだろう。強調されてるけど、出て行きたいとかかな。うーん、ここにまあ長くいるつもりはないっていうことか。ああ、パパの元に帰る予定なのかな、ロゼちゃんな。もっとひどい状況も知ってるし、まあなんとかなるでしょ。もう話は終わり。出てってもらえる？私は出ていく準備をするから。ああ、勝手に動いてる。ロゼって変な子。何考えてるか全然わかんない。っていうか、何も考えてない感じ。でもその方が楽。嘘つかれて隠し事されるよりもずっと。ベッティのこと言ってんのか？ベッティのこと言ってそうだね。うん。キャロルって変な人？言葉はきついけど、悪い人じゃなさそう。二人ともお互いを変人認定しとる。眠い。あ、寝るのね。おやすみ。え？雷？揺れ？あ、地震？今の揺れは何？雨降ってるから土砂崩れとかかな。かなあ。あ、グレック君。おい、ロゼいるか？いる。よかった。急いでキャロルの部屋に来てくれ。ああ。ほら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 。これは死にましたね。すぐ人が死ぬんですよ、ここでは。もう。ジェフの時と同じよ。でもキャロルはだいぶ抵抗したみたい。残念だけど犯人の手がかりにつながるような痕跡はないわ。なんかあれかな、あのブローチみたいなのが落ちてるね。うん、落ちてるね。うん、エリオット、グレッグ、あなたたち何か気づかなかった？特に何も。僕も知らないな。キャロルとベティが喧嘩したのは知ってたけど。ベティの姿がないようだね。ベティなら中庭にいましたよ。声をかけても無反応でしたけど。二人も死んでるってのにほっといたのかよ。僕だって何度も声はかけたよ。でもなんか遠く見ちゃってさ、僕なんかいないみたいに扱われたんだよ。二人ともやめなさい。さっき外で大きな揺れがあったね。何日も続く大雨のせいで土砂崩れが起きたんだろう。みんな安全のためにも外には出ないように。キャロルは私の方で埋葬しておくよ。ロゼ、悪いがベティの様子を見てきてくれるかな。あ、また助けてっていう匂いますね。ここか、ここですればいいのかな、かな。ちょっと待ってね。まあ、土砂は自然災害だからあれだけど、まあ、外出ないように促すのも、そうだよね。やっぱり、うん、計画のうちなんじゃないのかなって思うけどね。いや、だって逃げさせてくれないもんね。うん。
いやキャロル結構好きだったんだけどな、うん、意外とね本当ね、ここ出ていくわって言った子が亡くなってるから、うんうん、この教会から出れないんだろうな。そうだね、危険だなこれは。じゃあ今日は時間もいい感じなんで、こんくらいで終わるか。そうだな、うん、いや次はじゃあベティに会いに行くとこから始めましょう。そうだね、いや一日一日一人ずつ死んでくね。いや本当にもう子供たちなんだよ。っていうか誰も疑おうとしない、その事件解決に向かおうとしないのはなぜって思うけどな。本当に普通にだって殺されてるみたいな感じなんだから、うん、犯人がいるだろうって考えにならないのかな。なんか個別の部屋にしたりとかさ、うん、いろいろやる方法はあると思うのに、それをしないルス神父やっぱ怪しく見えちゃうね。怪しい人しかいねえ怪しすぎる人ほど怪しくないっていうのも、あー逆説ね。そうそうそう、あるから。まだまだわかんねえ、面白い、うん、じゃあまた次回。お疲れ様でした。お疲れ様でした。